はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もにはなってしまいますけれども、ミート守備、補給の102プラス独身術選手を作っていきたいと思います。今回も強化春英でやっていきます。やっぱね、強化春英はね、今の自分のコンセプトにすげー合ってるんですよね。その経験点的なものとして、なのでね、あのミート守備補給102の選手を作りやすいというのが一つあります。で、今回はですね、あの天才の入部届を持ってきてます。で、デッキの方を見ていきますと、こんな感じにしまして、ミート上限アップはツノちゃんで来て、守備上限アップがジャスミン小高ちゃんで、補給上限アップがユニフォーム相良さん、独身術がはるかちゃんというところになってます。で、渚ちゃんの PSR プラゴをお借りして、真剣野牛ちゃんを連れてきてますと。で、まあ強化春英もね、あんまり練習をしないで経験点を稼ぎ出す高校なので、まあ彼女キャラを中心に編成を組んでいっていいんですけれども、ただ雑用係とかそのコーチをね、やっぱりちょっと追わなきゃいけない関係で、6股はね無理なんですよ。で、何回かちょっと試した感じ、彼女キャラ、要はデートをするキャラクターは3人がね限界かなと思いました。で、3人が限界で、渚ちゃん入れて、あとは選手キャラが2人、これがね結構安定するような、気がします。で、ただ今回の編成はですね、まあ、ちょっと招き猫なしで、で小高ちゃんがちょっと前イベが重めになってて、一応渚ちゃんも前イベ枠と、いうことを考慮すると、前4の、まあ、後にという感じになるので、招き猫なしでのイベント数がちょっと気になるところではあります。で、ただ渚ちゃんはですね、固有で、イベント発生率アップの効果というものがついているんですけれども、まあ、これがねちょっとどれほどのものかっていうのがいまいちわからないんで、まあ、招き猫と同じ効果があればそれはすごいありがたいんですけど、ちょっとどれくらいの発生率アップになるのかはわからないです。ただ、まあ、彼女キャラがね、2いるんで、まあ、ちょっとユニフォーム相良さんに関しては彼女キャラにしてはイベント数が4回、告白合わせて4回あるので、まあ一般のね選手の数と変わらないんですけれども、つのちゃんは3回でしょ、まあ、それを考えると、まあ完走はできるかなというような印象ですね。ジャスミン小高ちゃんなので早々に戻して、まあなるべくイベントを起こしていきたいと思います。まあ、一応そんなところでやっていきます。やっぱ真剣野球ちゃんはね精神用かな、精神ボーナスついてて、あとパワーヒーとか持ってるんで連れてきてますと。まあ安定はしないですけどね、パワーヒー効果がねどうしても骨関係が安定しないという欠点はあります。じゃあちょっとやっていきましょう。で評価的にね、ちょっと1回あったのが、監督の評価が間に合わないことがねちょいちょいあったんですよ。なので監督評価もねちょっとと気にしてやっぱり上げていかないといけないですね。デート回数がねどうしても増えるんで、まあ、普通に練習すれば1上がるじゃないですか、監督評価、監督がいないところで練習しても。でもこういうところはちょっとはるかちゃん上げていったよね。一回ねサボり癖ついて、サボり癖発動した時は監督評価10下がるじゃないですか。もうあの時はもう普通に無理でしたね。まあ、ただね甲子園は最後まで行ったんで、なんとか物にはなりましたけど。で、ここは補殺にして、技術もねやっぱり大量に消耗するんで、それなりに気を使っていかないといけないですね。ここマジで練習するとこないな、小高ちゃんですか。だから今の環境だと守備上限アップが小高ちゃんか、あ、天才覚醒した、千丸はつかなかったか。これ千丸つくとマジでかいんだけどね。で、そうそうそう、で守備上限アップっていうのは小高ちゃんか、ユニフォームビビちゃんというようなところになってますので、まあ、どうしてもねこの2キャラがタッグを組んで経験点を稼いでいくというキャラではないので、なるべくね練習をしないで経験点を稼げる方法というのがいいと思います。
で彼女評価もねやっぱりちょっと気をつけてあげていかないとフルでもらえなかったりするんで、どちらかというとねフルでもらえることの方がねやっぱ少ないんですよね、糸端が発生して。だから今回はそこら辺を気をつけてやっていきたいと思います。ゴーチはまだ追わなくていいで、ツノちゃんはねなるべく後の方で彼女にしたいんだよね。ミートが上がるんで本当に最後に彼女になるとするとなんだっけ、ミート100から102に一気に上げられたりするんで、まあ優先順位としてはやっぱりはるかちゃんだね。追っていく順番としてははるかちゃん、さがら3、つのちゃんと、あとここら辺で誰が来てくれるかというのもありますけど、つのちゃんか、まあいいや、これでもう絶対乗ったね。貸しなんだからねの方がで、粘り打ちも1で取っちゃおう。ヤギュちゃんからはねなるべくあれをつかみたい、パワーヒッターで、これはもうパンチラはやりまくる。パンチラ選手2回目3回目、いいね、4回目、おお5回目、という変態でした。コブとかいらん。2軍に昇格してから、まあ、天才に覚醒してるからね、基礎能力は結構上がってるんで、相良さん乗っけるは乗っけとくか。あと1回くらい練習が必要かな。で、はるかちゃんは告白が来たんで、できればはるかちゃんとクリスマスを過ごしたい。コーチしかいないね。どうしようかな。なんか試験が終わらないと追加がなかなか発生しないんだよね。はるかちゃん一回進めちゃいますか。3人こなさなきゃいけないからね。さて11月の1周、ここで能力を上げていきましょう。ミトちゃん C にする。弾道は3、パワーは E 止まりかな。これは無理だね。よし、 C と E、まあ、絶好調だからなんとかはなると思うんだけど、ちょっと呼び戻しを先にやっちゃいましょう。まあイベント数が多いから小高ちゃんにするか。そう、ここでもね監督評価5上がるからね。完全に6股だとねマジで監督評価とか間に合わないから、意外にこの監督評価5上がるっていうのがね効いてくるんですよね。でもここは初回から満点を狙っていきます。マスオ君全くやる気がない。そんなんじゃ春英では生き残れないぞ。二塁打なんて、まあいいや、パワーが低いからか。結局さ最後の試験なんていうの通過してもさ、監督の評価が足りないと結局はスタメンになれないからね。これだけ好成績を残しても代打だとか言ってくるからね。監督とコーチは今まで何を見ていたんだっていう疑問が残る。特にコーチだよね。だって監督なんて多分コーチの言いなりでしょ。で、やっぱはるかちゃんはちょっと気にしてあげていきたい。とりあえずこれでいいかな。で、小高ちゃんの不思議な踊り、これがね、まあ何回も言うけど、もうちょっと経験点くれればね、いいんだけどね。ちょっと待って待って。よし。呼び戻そう。ヤギちゃんも呼び戻します。で、やることがなかったら一般人を呼び戻して、で、忘れずにカラスマも最後の方に呼び戻しちゃいましょう。守備。
あー、まあヤギウちゃんがいるからそれなりには乗ってるけどな。どうなんだろうな、1回くらいいいか、せっかく揃ってるから1回やろう。木の道、これモテモテ取りたいんだよね。だからタンク一応来てるな。またまたではあるけど、またではあるけど、モテモテが取れればデートだけでいけるかな。そこが分かんないな。ちょっとモテモテを取れると信じよう。2人重なってるんでやる。でコーチもいなかったしね。これは体力がないと成功しないのかな。で真ん中だよね、モテモテ取るのって。手伝おう。これで絶対モテモテになるのかな、ちょっと分かんない。よし、元も手にはなった。というわけで、じゃあデートしていこう。そうか、はるかちゃんだけか、まだ。まあ、はるかちゃんだけだったらだけだったで、クリスマス絶対はるかちゃんだからね。おお、いいね、めっちゃ上がるわ。11か。で井戸端が起こるとね、元も手剥奪されるんで、それまでにやっぱり評価は上げていこう。で相良さんの告白が来ちゃったけど、どうなのこれ、受けると評価上がる。いや、まあ受けるは受けるけど、11、結構上がったね。こっちか。あー、コロカちゃんどうだろうな。ちょっと待って、これさバグるんだよね、コントローラーを酷使しすぎて結構バグる。はるかちゃん、どうしようかな。やっとこう。10、めっちゃ上がる。モテモテとお守り半端ねえな。俺もそういう人生送りてえな。いや楽だな、この編成結構いいな。じゃあとちょっとコーチを見つつ、コーチがいたらちょっとコーチ練習やっていきましょう。だからまずはコーチで、次が彼女キャラかな。でやるものがなければ、違うコーチでデートか。次は優先順位的にはで告白はまあ待ってれば、クロちゃんとかも怒るけど、ちょっと待って、あげとこう。なるべくあげる。どこまでいける。 S まではいったか。ちょっと待って、パワー欲しい。パワー C とかにしとこうか。C まで行けねえし、じゃあ DD だ。 S にも行けないか。ここを満点通過すれば S まで持っていけるかな。盗塁アシスト、あと何気にね、敏捷ポイントもねかなり稼げるんですよね。全力ストレートをね結構投げてくるキャラがねあんま好きじゃないんだよね。まあど真ん中だったね、そりゃ大丈夫だけど、普通のストレートだし。あとフォークがねどうしてもちょっと打ちづらいところはある。終了。ミートをね100まで持ってきたいんだよね。また盗塁アシストかよ。盗塁アシストつかもう。射撃もつかんでおくか。上り調子はまだね、つむちゃんからもらうし。盗塁アシストレベル2とか。で、こういうね、こまごまとしたやつを取っていくとね、意外に足りなくなっちゃうからね。まあ、コツをつかんだら取っていきますか。で、粘りも1で一緒。流しか。流し2だと技術44、それなりかな。取っとく。で、ミートは90までか。 C
までには上げとこう。で、高知だな。3までにはしとく。4月前に3まで上げる。で、これ1回。もう1回できるのかな？体力的に。起きなかったけど。で、こっち。ゆきゅうちゃんか。欲しい。欲しい。マジで欲しい。いや、呼び戻そう。これで一般人呼び戻したんで、あとカラスマ。つもちゃんプラス野球ちゃんか。監督の94ってどうなの？ちょっこのバグリ病なんとかしてほしい。一回やるか。こういうのが後々響いてきそうだ。でも練習すれば評価上がるかね。めちゃくちゃ。2月の1週は起きたか。ちょっと上げきれなかったな。まあいいや、 S まで上がったから。で、今の評価状態だとどうだろうね。あ、タッグプラスコーチがいる。これはここやっとこう。で、これは筋トレが終わりましたと。骸骨もね、つかめたんで。どうだろうね、なんか体感的には 50% はないけど、だいたい 40% くらいで5回成功してるような気がする。2回に1回はちょっと多いかなっていう。でカラスマとの勝負があるんで、ゲパワー C にしたかったけどな。ちょっといや、行こう、呼び戻そう。まあ、失敗してもまた次やればいいんだから。スライダーは打ちづらい。うわ、ストレートいいとこ投げてくるね。これやだ。ただもう追い込まれてしまったよ、一気に。あぶねえ。なんか外野フライかって思ったけど、パワー D だからね。そう、ここでも監督の評価一応上がる。でここでも上がる。コツか。小高ちゃんか。小高ちゃんはなんかいいや。じゃあ、あとはちょっとデートを中心に進めていきましょう。相良さんも評価低いからね。まあ、順番にやっていきます。4月の1週の試験で監督じゃなくてコーチの評価はまた上がるので、とりあえず3あればなんとかなるでしょう。モテモテいいな、やっぱり。評価上げきっちゃえばね、デートで戻せるからね。デートがもう終わっても評価が乗らないっていうのがちょっと悲しいんで、もう小平くんのこれいらない。体力は有り余るからね。俺がいる。そう、渚ちゃんがね、甲子園優勝しないといけないっていうところも、まあ、若干辛いところはあるけど、まあ、金徳の一つはおまけといえばおまけだから。金徳がゼロになるわけじゃないからね。経験点も悪くないし。 OK。 で、一応今の目標はですね、 SS 以上で102、102、102プラス特進術の選手をちょっとね揃えたいというのが一つあります。パワー上げよう。ちょっと守備も上げていきますか。 A までやって、若干敏捷足りない。いや、でもまだまだ試験2回あるからね。で、ここからはデート。で、コーチからは敏捷100と技術100がもらえるんで大丈夫なはず。コツがある。ちょっとこれはコーチもいる。やっとこう。コツください。アベレージヒッター悪くはない。保健室に運んで、
あれ進行状況どう？まあ悪くないよね。イベントのね。キムちゃんとかだって終わってるもんね。サガラさんはまだ残ってんのか。で3月か。まあいいや、ひたすらデートしよう。3回目までは確実に終わらせとこう。でその後はまたコーチを気にしつつ、あと監督も気にしつつだね。監督のね、なんかその教えてあげよっかみたいなイベントが発生するといいんだけど。臨床ポイント結構くれんじゃん。でちょっとパワー B だな。一応練習は見ていきましょう。監督か、112かな、まあ大丈夫か。じゃあまたデートしていこう。一応4月からだよね、糸端が発生する可能性があるので。3月からわかんねえ。あとこれでね、勝手に下がる時もあるからね。マジであれは回避できないから。マジかよ。一応半分で20点は越した。全力ストレート。オッケー。まあ、なんだかんだでね、なんだかんだでいくよ。50点満点にしてほしいね。よし、これでコーチの評価結構上がってるはずなんで、監督でもやっぱ一回練習しとかないとダメかな。ヤギュちゃんいるし、いやまだいいや、まだいい。でデートも進めないとそもそも消化できない可能性があるから、まあ、やっとかなきゃいけないはやっとかなきゃいけないんだよね。本当はまあ遅くても5月くらいに来てくれればいいんだけど、まあ、もちろん起きないのがね、井戸端は一番いいんだけど。よし16、かつ守備職人もゲットした。コーチ3か。もう2回くらいやらないとダメかな。それがこれで乗るか。乗った。で、ビンショット技術。で、ヤギュちゃん、金徳取ったでしょ。で、小高ちゃんは最悪完走できなかったとしても、金徳さえ終わってくれればいいんで、ここやろう。アベレジヒタ取ろう。はるかちゃんからアベレジヒタもらおうかなとも思ったけど、あれだね、打球伸びにしよう。じゃあでここはちょっと一回練習します。パーフィター、よし、 OK。 あれ、やる気はめっちゃ下がって、あ、そっ、 OK。 ちょっと待って、とんでもねえやる気になってしまった。あと一回練習すればなんとかなるから。あー、そうだね。一応評価をマックスにしておくか。1で遠回し。ちょっと小高ちゃんやっぱ危ないな。で監督もほっといていいでしょ。でデート的に相良さんはあれ、からデートないから大丈夫。1,2,3,4,5 回、残り5か。5月中はなんか練習しといて良さそうだな。じゃあ監督やっとく、監督じゃねえ、コーチやっとく。よし、どんどんやろう。やる気はないけどやろう。やれます。やる気はないけどやれます。これでかいよね。
個作んなかったけど。でタックも来てて、どっちがいいかね。コーチマックスで発動すると経験点くれるけど、くれるけどマックスで練習できないよね。一回もできなそう。そもそも発動しねえし。そうか、才能とかと重なると。うわー、ここやりたかったな。やりたかったけど、ちょっとデートしよう。でつむちゃんは最後のデートで結構評価が上がるんで大丈夫なはず。戻せるところまで評価上がるのかな。モテモテ剥奪されたとしても、これ、あ、間違えた。真ん中が良かったね。まあいいや。で6月の1周でしょ。ちょっと糸端マジ怖いわ。はるかちゃん2回残しとくか。1234だよね。カナデートさえなければ7月に入ってからでも間に合うっちゃ間に合う。コーチ一緒に練習しようぜ。コーチまた最下か。そうか、ゲッ、片身打ちくれた。評価高いと片身打ちくれんの。コーカちゃんやっとく。7月に入ってからもうちょっときついぞ。成功しろ。あれ、どうだった。優勝します。失敗したっぽいな。で、サガラさんこっちが来たか。あー、前でやっぱりちょっと危ねえな。肩いいにしとく。で守備をいける。100人 OK。 でやっぱ精神だよね。パワーヒッターいけるかな。あ、いけるね。さてさてさて、どうしようか。デートは4回、6月の4周。いやいや、1回消化しちゃう。殻がほんと怖いんだよね。一発逆転か。でここでまた経験点がもらえるんで、9 S まではいけるかな、この経験点で。あと独身術用の経験点も必要だからね。あれ、また内野くんだ。内野くんめちゃくちゃ打ちやすいんだよな。やる気ねえし。うちのキラーだから。こいつこんな打たれてさ、コーチとかの評価大丈夫なのかな。まあ、とりあえず試験は全部満点ですね。サイン装置。あ、コツが来てる。ここやろう。ヤキムちゃん、一発逆転ってどうなの。コツ1だけどさ。洗礼の一撃か。103か。どうだろうな。まあ、いっか。あと何持ってたっけ。あ、打球の美か。でも打球の美はやっぱ5あってもいいからね。ここはじゃあちょっとこっちを狙いに行きますか。あ、スカウトさんがいる。一発逆転。これかよ。ちょっと待って、小高ちゃんマジちょっと怖え。でも終わったよね、あれは終わったよね、通常イベントは。でどうする。3回、相良さんは絶対取っとく。で、つむちゃんも、あー、はるかちゃんだけ終わらせちゃうか。ゲッ出たー出たー。どこ行く。はるかちゃんとどこ行きたい。海行きたい。すげえ体力の最大値とか。本当にね、カナデート怖いよね。
ラスマ。何お前4点取られてんだよ、いきなり。危ねえな。井戸端は起きない。ただ金徳も終わってない。はるかちゃんを終わらせる。さっきカラデートがあったから、よし、オッケー。とりあえずはかなり使った。うわ起きない。ちょっと待って、小高ちゃん無理か。独身術は取っちゃいます。二つ逆転も取ろう。まあその分をちょっと渚ちゃんで保管するしかないかな。てかこれでさ、井戸端起こったらマジできついんだけど。勝手にアメリカでもどこでも行けや。で次の前イベがラストだよね。てか井戸端って前イベ、いや前イベだった気がするな。で補給ちょっとどこまで行ける。エピローグ経験ってマックスだったら絶対102まで持っていける。投げた、打ちました、これはいい当たり。ワンアウトランナー一塁という。初球打ってきた、抜けた、投げた、打ちました、村井掴みました。俊英同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で打った、これはいい当たり。俊英あぶねえ。マジで負けるかと思った。マジで鬼門だよ、シュウヤね、ほんとここが鬼門。あ、起きね。小高ちゃん完走できなかったか。マジか、その分糸端も起きてないから、しょうがないね。ここ、ダメか。やっぱね、小高ちゃんのね、イベントの多さがちょっとあれだったね。打球伸び、打球伸びは5にしよう。さて220で102まではいけない。101まではいけたけど、ちょっと肩上げとこう。いや肩いらねえか、ファーストだから。総力じゃ上げとこう。あ、しまった、これ上げてねえや。よく考えたらミート終わってねえじゃん。まあまあまあ、いけるいけるいける。第9投げた、打った、強い当たり、タイムリーという場面。渋谷打った、これは強烈。先頭バッターはあっと、いった、ジャストミート、あっと取れない。渋谷シュ、だってまだ最低でもエピローグポイント3人もらえるからね。いけるよいける。メンタルやっとこう。多分試合をやってるうちにミートと補給は102になるから、あとエピローグポイントでちょっと揃えていく感じか。第3球を投げました、打ちました、痛烈、伸びていった。打ちました、ショートライナーです。ワンアウトランナーなしという場面、会心の当たり、抜いていった、投げました、来た、いった、打った、痛烈な当たり、掴みました、ランナー一塁に下げた。俺は全く活躍できなかったけど勝ってくれた、本当に。まあ、でも結構点取られるよね。4点くらいは平気で失点するからな。まあ、ピッチャーカラスマだからね。102になって102になったでしょ。これ上げとこう。パワーもなんかフェスにできそうだな。左キラーめっちゃ重いな。左キラーとかマジうめえわこれ。あと金徳をちょっと、さよならも取ってね、精神が足んねえ。なんだかんだで全然取れねえな。アウトコース、外角質打がない。独身術は取った。
恐喝は取れんな、今年。あとはエピログ検定点で任せましょう。投げました、打った、いい当たりですが抜けた。勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という、打った、これは強烈、いった。第2球投げました、打ちました、痛烈、いった。ツーアウトランナーなしという、これはいい当たりだ、左中間を削る、入った、入った。試合経験ってすげえな、やっぱり。でね、ドラフトはね、毎回もう3位とかだからね。で、ここはボール。で、打球伸びはこう。で、ピログもらって、100、200、300、400いくつがもらえる。あ、ヤギューちゃんもいたんだ。いつも忘れるヤギューちゃん。渚ちゃんも100近くくれるから。で、ヒートアップ。そうだね、収入はまあ大体1万出ればいいかなっていうところですね。強化し収入は、ではちょっと揃えていきましょう。あります、左キラー重い重いけどしょうがない。で、先に金徳を抑える、さよなら。技術が一気になくなってったのか。逆襲、ヒートアップ、洗礼、印象がすげえな。一層ちょっと使うのか、総力もなんかレスにしとこう。あと、掴んだコツ、内野安打、流し打ち、広角打法欲しかったけどな。技術的に無理か、技術点的に。やっぱり技術だいぶ使うね。もう技術のあるやつは取れないわ。あ、打球伸びた、ちょっと待って、打球伸びせっかく5まで掴んだから、何外すかといって流し打ち、流し打ちも欲しいよな。どれだ、ちょ最初からやっていい。まず左キラー、技術700あんのにさ、ちょっと待って、左キラーっていくつ、252とか、ガチ重だな。で、まあ、伝説のさよならでしょ、逆襲でしょ。で、打球伸び1段階でいいや。せっかく5まで掴んだんだから1段階は覚えておこう。速攻もそんなに技術使わないでしょ、考えていこう。で、打開も技術使わないからこれ取ろう。コブはさすがにいらない。で、洗礼の一撃は絶対取るでしょ。サイン察知ってどうなの、30くらいだったらいいか。で、あと一層もそんなに技術使わないでしょ。上の方に行こう、ここから。ちなみに総力ってさ、もう SS になってるけど、191?193 くらい上がるのか。だったらなんか、得の取ってった方がいいかな。内野安打欲しい、総力 A あるから。そうすると流し打ちがやっぱ取れなくなるのか。あれ取れるかな、なんか80くらい使うやつ。あ、本塁生還。210か。え、どうしようかな、本流生還つかむか。あ、総力、あ、総力、ちょっと待って、見た目的に総力を S にしたい。で、あと精神、あれがあるから固め取れるのか。逆境もこいつ掴んであるから取って、代打取る、見た目値いらないけどね。でもまあ経験点のさばき方的には悪くはなさそう。 OK です、じゃあこれでいきますか。ちょい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 と、じゃあまた例によって、名前を決めていきます。今回左打者だからね、しかもミートと完全に慣れた。どこに漢字があるのかを把握したかんね。ミート守備補給か、100人で、独身率ですと。ほい。で、OK。
けーと、SS1 にはちょっと届かなかった。まあ天才の入部届使っちゃってのギリギリ SS っていうところかな。多分ね、入部届使わなくてもね、外角質が今回取れてなかったから、招き猫持ってくればね、 SS にはねなると思う。だ今回外角質が取れなかったんで、それいけば SS1 は見えましたねというところですね。まあ基礎能力にもね結構多めに振ってはいるんで、なんか投手になっちゃった。まあそんなわけでね、やっぱりちょっと小高ちゃんのねイベントが重すぎる。そのこれで結構経験点をね毎回毎回20いくつっていう感じでくれるんだったらいいんだけど、14だからね、そこがちょっと、小高ちゃんの微妙な性能、まあかつ、タックがそんなに強くないんで、もう本当に対春明用ですね。対春明用の、しかも今だけ守備上限のためだけに入れてる感じなんで、まあ今後のねキャラが揃ってきたらもう確実に出番はなくなっちゃうと思います。まあそんなわけで、まあ一応これで、また SS キャラの、102独身術が、作れましたので、またこいつはパーチャルに入れていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。